今回はですね、頭の体操と、集中力向上を兼ねて、極真選手しりとりをやってみたいと思います。ルールはですね、アーから始まって、松岡智彦まで行けば、クリアという感じですね。で、制限時間は試合時間に合わせて3分ということにしたいと思います。それで、ですね、無差別全日本以上の大会に出たことのある選手のみにしてます。全日本ウェイト制とか地方大会だとちょっと選手が多くなりすぎますので、無差別全日本以上のレベルの大会にさせていただきたいと思います。それで、青銅会館とか白蓮会館とか、いわゆるその他流派と呼ばれる方は、除いております。極真と名のつく、流派の選手のみに、しています。ではやってみたいと思います。それでですね、今勝手に思いついた企画なので、事前に選手のことを調べたりとか、してませんので、本当に八百長なしです。ガチの、自分 の、 頭の回転と、選手の記憶力とか、今の、自分の知識を確かめるような感じなんで、ガチです。それじゃ あ、 やってみたいと思います。3分で、いきますね。はい、構えて始め。はい、あ、新田翔輝、木村康彦、高潔拓磨、松岡智彦、クリア。2分50なんで、10秒ですね。10秒で、クリアしました。秒殺ですね。秒殺。では2回戦行ってみたいと思います。今言った選手の方は省きたいと思います。はい、構えて始め。東隆、塩島治、村田達也、山川達馬、松岡智彦、クリア。12秒で、クリアしました。2回戦も秒殺一本勝ちです。3回戦いきます。はい、構えて始め。あ、アデミールダ・コスタ、タリエル・ニコラシビリ、リカルド・ヌネス、私とブラジルで試合した選手ですね。リカルド・ヌネス、ブラジルの選手です。鈴木雄三、後迫龍樹、キリル・コチュネフ、福田達也、安田浩二、C でもいきますね、島本裕二、私か、島本和文、三好和夫、小沼高市、誰かいますかね。いるんでしょうけど、ちょっと、今思い浮かばないですね。残り1分20秒ぐらいですね。外人とかでもいますかね。ミリオネラみたいにこうテレフォンで聞けたらいいんですけども、青銅会館で地主選手っていう強い選手がいたんですけど、ちょっとそれは極真じゃないんで省きます。残り1分。このまま終わるかもしれないですね。ちょっと面白いことも言えないですし、は本当にいない。小沼高市で血が出てこない。
本当に出てこない。ラスト10秒。本当にいない。これで終わりですかね。時間が来てしまいました。で終わってしまいました。まあいるんでしょうけど、ちょっと、すぐには思い浮かびませんでした。がつく選手でいましたら、コメント欄に、お願いします。それで「まあ」から始まらない、松岡智彦の「まあ」までいかなきゃいけないんで「まあ」で終わる選手ですね、最後名前の最後は「まあ」で終わる、全日本無差別以上出た選手で極真の選手、どなたかいたら、またコメント欄に、コメントください。まあ、結果2回戦敗退ということになってしまいました。これだけだとちょっとあれなんで、次は、極真しりとり、何人選手をつなげられるかですね。制限時間は関係なしにして、何人つなげられるかでやってみたいと思います。これはもうさっきとルールが違うんで、言った選手ももう一回重複して、やらせていただきます。ではいきます。新田翔輝、木立博之、木村康彦、高潔拓磨、松岡智彦、またこうか、小林大輝、木山仁、島本裕二、島本和文、三好和夫、次小沼君行ったらちょっとまた地位になっちゃうんで、オレクサンダー・イエローメン、コンスタンチン・コバレン、またこうか、小林大輝言いましたかね、ちょっと忘れてしまったな、ちょっと小林大輝は省きます。小林健と徳田忠久に、ニマフェイジ、イランの選手ですね、ニマフェイジ、ジーがスーに点々か、シーに点々かわからないんですけど、ちょっと今回はC に点々にちっちゃい E で、C から始めさせていきます。 柴田秀樹、北島悠悠は白蓮会館ですしね、木本雅史、誰を言ったか誰を言ってないかちょっと忘れてきましたね。書いとけばよかったですね。塩島修は言いましたかね。ちょっと忘れてしまいましたね。シリル・アビディは違うし、あと30秒ぐらいで思い浮かばなかったらやめにします。島本和文も言ったし、いるんでしょうけど、ちょっと、出てきます。
ませんでした。おっす、参りました。30ぐらいは行きたかったんですけど、まあ、ちょっと数えてなかったんですけど、まあ、20は行ってないぐらいですかね。まあ、こんな感じで、まあ、皆さんも極真しりとり、やってみてください。